ビンス・ヤングのラッシング・タッチダウン・タッチダウンはアメリカンフットボールやカナディアンフットボールの得点方法の一つである。ランプレー、パスプレー、キックオフ、パントリターン、その他ターンオーバーのリターンで敵陣のエンドゾーンまでボールを運ぶことを言う。タッチダウンを記録するには敵陣のエンドゾーンにボールを持ち込むことが必要である。ボールを保持している選手が エンドゾーンへボールを運び込もうとしている間に、ボールのいずれかの部分が、ゴールラインの空中を通過した瞬間、時計が止まり、タッチダウンが記録されるが着地した瞬間。タッチダウンの成品は、ボールの位置により判断され、プレイヤーの体の位置は、ボールデッドか否かの判定以外には影響しない。また、エンドゾーンの隅にあるパイロンに、プレイヤーの保持したボールが触れた場合も、 タッチダウンと判定される。タッチダウンは通常、ランプレーやパスプレーといった攻撃によって記録される。しかし、時には、守備側がファンブルやインターセプトにより攻撃権を奪い、そのまま相手チームのエンドゾーンまでリターンしてタッチダウンを奪うことがある。つまり、プレー開始時の攻撃権の有無は関係なく、ボールを持った選手がペナルティなしで相手チームのエンドゾーンに入った時に、 タッチダウンが記録されることになる。攻撃側の選手が自陣エンドゾーン内でファンブルし、それを守備側の選手がリカバーした場合も敵陣エンドゾーン内でボールを確保したことになるため、タッチダウンと認められる。タッチダウンセレブレーションタッチダウンにより6点を獲得することができる。タッチダウンで得点したチームは追加得点を狙うプレーを エンドゾーン手前から1プレイを行うことができ、フィールドゴールを成功した場合は1点、通常攻撃を選択し敵陣にボールを運び込んだ、場合は2点獲得することができる。この追加得点は、ポイントアフタータッチダウンと呼ばれる。この、プレイの後、試合時間が残っている場合は、得点したチームの相手チームへのキックにより、試合が再開される。 1876年のラグビーシーズン終了後、大学フットボール協会が結成された時に、規定されたルールによると、タッチダウンの価値は非常に低く、タッチダウン後にドロップキックやプレースキックでゴールを狙うか、パントアウトと呼ばれる方法により、攻撃を続けるかを選択できることに価値があった。キックを狙う場合は、現行のラグビーのトライ後のキックと同様に、タッチダウンの地点から、 エンドラインに垂直に引かれた線上から狙って蹴った。パントアウトを選択する場合は、タッチダウン地点から味方に向けて、パントキックを蹴り、通常のプレーを続けることができたが、フェアキャッチをできるときは、フェアキャッチ地点からキックでゴールを狙うことも可能であった。当時のルールによると、試合の勝敗は、タッチダウンの数によって決するが、キックによるゴールは、 タッチダウン4回分と同等と規定されていた。ありがとうございます。